監督に相手のことをしっかり見て感じてあげてっていう言葉をこう強くこう送っていただき、それに助けられたっていう思い出が深いですね。相手があってあるからこそのお芝居っていうのをなんか改めてこの現場で教えられた気がしていて、だから田部さんのお芝居をきちんと見てしっかり感じて、結局はやっぱり田部さんに助けられてるんだなっていうのを思いましたし、あとはそのシーンに行くまでに深夜真夜中僕何本走らされたか本当に走ったんだよ。なんでこんな深夜に走ってるんだろうって思わされましたけど、あれもいい今となっては思い出です。やっぱりまあ今やってきたばかりかもだからかもしれないけど今のシーンですかね。なんか私10年間付き合ってるカップルの空気感ってすごい難しいなって思いながら、なんか今のシーン撮ってて、なんか春馬くんと私にしか出せない空気感を出せたシーンじゃないのかなってすごいなんか不思議と思って、10年間付き合ってはないけど10年間なんかなんだろう、でもなんて言ったらいいかな、なんかだからそう、今のシーンのただいまお帰りみたいなあのやりとりがなんか不思議と、なんだろう、自然となんかただいまお帰りみたいな感じ、なんて言ったらいいか、そう、ただいまお帰りもだって別にね一回しか言わないって言ったじゃないですか、台本でも。だけどやっぱり現場で立ってみてお互いの顔見に行ったら、あ、また僕がお帰りって言いたくなったし、そういうなんかこう空気感がそこだけじゃなくて、うん、ね、食卓でも、そうそう、なんだか、なんかだからなんか2人が向き合ってるシーン、まあ私はほとんどその2人が向き合ってるシーンしかないですけど、なんかどういう子も印象的だなって思いました。安心感があります。あ、うん、うまく説明できないんだけど、この話では10年経っている、過ごしてきたという、そういう事実があって、で僕たちも出会って、あ、8年間はもう経ってるんだなっていう、なんかこうこと、なんか勝手にリンクしてる、勝手にだよ、めちゃくちゃ勝手にだけどリンクしてるんだなとかっていうことを今見ていただいてる人誰も分かってないけど、今僕のね感じをそう、うん、ごめん、ちょっと忘れようかなんかでも4年に1回らしい、うちらの。そう、知ってた？そうだね、って聞いたよ。そうだね、4年に1回、オリンピックと一緒なんだよオリンピックのような、そう、次は4年後だから、そうだね、うん、次はだから、今度何歳だ、4年後、僕32歳ですね。私がだから33歳か4歳ですね。4歳で、また会おうね。あ、めちゃくちゃ光栄ですそれは。そうそう、4年に1回だから、それまでにね、またいい俳優になんないと。私もだから頑張ろう、春馬くんに会うために4年後。いやいやいや頑張ろう、また共演できるように。本当っすよ。では皆さん、以上の試合をもちまして、本間咲役、阿部美加子さん、オールアップになります。ありがとうございました。そしてそして、佐藤役、三浦春馬さん、オールアップになります。ありがとうございました。では田部さんから、一言お願いします。待っちゃうね皆様、お世話になりました。お疲れ様でした。本当に本当に楽しい時間で、うん、ね、春馬くんとも何度も、はい、ね、久々にこう、ね、久々に、共演することですね。そう、いつも近いような関係性で、うん、お芝居させていただいて、はい、とても感謝しております、うん、すっごい感謝しております。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ皆さん。
一言お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。この現場の雰囲気と、そしてね、監督がなんかこう導いてくださる感じが随所にあったので、すごくそれに助けられたなっていうふうにも思いました。すごく感謝してますし、そしてスタッフの皆さんもとってもすごくフレンドリーで接してくれたので、とても居心地のいい現場でした。最後のシーンがこうね、告白する、結婚お願いしますっていうふうに、このシーンで本当に良かったなって思います。なんかこう大げさに聞こえるかもしれないですけど、なんか芝居してて良かったなって、俳優やってて良かったな、生きてて良かったなっていうような、なんかこう幸福感に包まれてのアップだったので、良かったっす。本当にありがとうございます。公開までよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。